しなくても今の練習すればできるってことだね。もうすぐやると思わなかったから真後ろから撮ってたから多分分かりにくかったと思う。じゃあ一回ねリフト乗って上でやりますか。関さんの5分は特訓の成果が出るのか。惜しい惜しい。でもすごい良かった、すごい良かった。初心者でもすぐステップアップ、上級者なら気落としコース。というわけでテールプレスはまっすぐ滑れてさえいれば10分ぐらい練習すればできるわけです。体格差大変ですね。達成感はあります。素晴らしい、はい、ちょっと柔らかい板でやってみますか。硬い板、柔らかい板、硬い板ね。おー素晴らしい。いや今のは良かったですよ。初めて初心者っぽくなかった。本当ですか、うん、ちょっと汗見てみたい。こちら新規オープンにお。